はい、こんばんは。どうも。なんかあの前半ジングルが流れたみたいですけどね、テーマソングの代わりにね、はい、間違えちゃいましたね。まあ、今までなんかこうずっと続いてた中で、はいはい、なんかいきなりジングルが入っちゃった。ジングルが入っちゃった。今から見た方にはあの、はい、放送の途中からじゃあお届けしますみたいな感じ。そういうことでいいですね、はい、ということでちょっとフォローしておきたいなと思います。なるほど、ちゃんとフォローになってますが、はい、はい、どうも、ね、はい、今日はね、すごく、はい、あの最近やっぱちょっと気温が下がってきて、はい、そうですね、本当もう寒くて、ね、今日、はい、うん、明日なんてもっと気温が下がるみたいな。え、明日もっと下がる。そうなんですよ。何度に下がる？マイナス50度とか、はい、ごめんなさい、わかんないです。それはないそれはないですけど、はい、マイナスはないですけど、うん、でもかなり結構寒、冷え込むので着込んで皆さん出かけたらいいと思うので。まずいな、今日この学校で来てしまう。いや、まあじゃあ明日なんかマフラーとか、ね、マフラーとか、ね、加えて、はい、大丈夫だと思います、はい、まあ、ということですね、どんどん寒くなるんですけれども、はい、今日はね、はい、寒くなる、まあ、この季節に、はい、まあ、ちょっとぴったりのね、はい、話題をお届けしたいなと思いました。はい、はい、そう、温まるようなちょっと、はい、温まるようなね。そうですね、はい、はい、ね、楽しみ。まあ、あのこれからの季節ってね、やっぱりね、忘年会の季節でもあるんですよ。ああ、そうですね。ジュンさんは、はい、よく。私はそんな忘年会行かないんですけど、はい、そうなんですね。でもほら、もうね、連チャンで忘年会で、はい、ああ、いますね。まあ、忘年会の後はちょっと盛り上がって、はい、ちょっと二次会で、じゃあちょっとカラオケ行くかみたいな感じでね、はいはいはい、歌ったりとかね。もう恒例ですよね、そういうカラオケでね。はい、はい、じゃあ、レナさん歌ったりするんですか、そうカラオケとか。私声楽やってて、うん、あのオペラとかクラシックは歌うんですけど、うん、そういうポップスとかは苦手なんですよ、正直。こう、はい、ちょっとカラオケでね、カラオケでちょっとこうクラシックのだとこう、あーってこう空気が静まり返ってこう痛いなみたいなのがあり、ね、よく選曲には困っています。ちょっとクラシックポップ的な曲も最近はね、流行ってきてるから、そういう曲なんかもね、そうですね、やるといいかもしれませんね。そうですね、はい、ポッペラって言って、ポッペラ知ってますか、オペラとポップスを合わせてポッペラって言うんですよ、はい。まあ、そのうちね、ちょっとあの番組でもポッペラ歌ってもらおうかなと思ってますので、ね、じゃあぜひ練習していきたいと思います。はい、わかりました。はい、ということでですね、今日は素敵なゲストを、はい、2組お迎えするということで聞いてるんですけれども、はい、早速あれですかね、もう1組目の方に紹介していただきましょうかね。はい、ちょっと紹介していただけますか、1組目の方。はい、はい、1組目の方はしでんちゃんということで。しでんちゃん、はい、しでんちゃんって何でしょう。しでんちゃんってなんかし可愛いですね。なんかね、ゆるキャラとかで、ゆるキャラって言いそうですよね、なんかね、はい、うん、私も最初聞いた時にツイッターでつぶやいてる、ね、そうですね、うん、なんか今日横浜どこにいるよみたいな、うんうんうん、そんな感じかなって思うんですけど、うん、じゃあどういったことなのかっていうのをご本人に登場して聞いてみたいと思います。はい、じゃあしでんちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しでんちゃんが出てくるか。どうだろうね、青年の。すいません、なんか可愛いゲストでなくて、可愛いゲストが来ると思ったらいきなり出てきました。いやいやいや、とんでもないね。これは、はい、ということで、ちょっと置かせていただいてもよろしいですか。はい、ちょっとじゃあ、ここに、すいません、あ、持ってきていただいて、私があのちょっと持ってる感じで、あ、ありがとうございます、すいません、はい、行きたいなと思いますけど、大丈夫ですかね、ここでね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、こちらの方を、じゃあ、どんどん、はい、しでんちゃんって言ってね、ゆるキャラかと思ったんですけど、この方に名前がありまして、あ、はい、大西と申します。よろしくお願いします。あ、そうだ、大西智樹さんですよね。大西智樹、はい、はい、で大西智樹さんは、はい、あの、先ほど名刺でいただいたんですけど、あ、はい、あのこれ横浜経済新聞の名前がついてる名刺。そうですね、ライターさんなんですか。いや、あの、まあ、手伝ったり、はい、いろいろここの、横浜コミュニティデザインラボでもろもろイベントをやったりとか、はい、まあ、ちょっと面白いイベントを仕掛けてみたりとか、うん、まあ、なんかイベントが中心なんですけれど、うん、まあ、いろいろ企画を作ったりとか、まあ、たまに記事書いたりとか、記事を書いたり、そういうのをずっとやってらっしゃるみたいで。そうですね、何気にもう5年ほど高校生とか高校生ぐらいからやってらっしゃる、はい、先ほどお話を伺いました。すごいですね。すごい。ありがとうございます。もう、ね、勉強にも励みます。でも今日は記者として来てる、はい、今日は記者として。そうじゃないんですけど。じゃあどういうのか、はい、横浜コミュニティデザインラボのメンバーと、はい、まあ、ちょっとあの知り合いの方も含めてですね、はい、市電、横浜には昔市電が走ってたんですよ。お、市電、路面電車、はい、なるほど、横浜にも、はい、で、まあ、今はなくなっちゃってで、しまってるんですけれど、やっぱりこう昔から横浜の写真を撮ってる方っていっぱいいらっしゃるんですよね、うん、で、やっぱりそういう方ってせっかく撮って古い貴重な写真があるのに、はい、奥にこう押し入れにアルバムとしてしまわれちゃって、すごくもったいないんですよね、はい、なのでこうみんなの写真を集めて昔の横浜を語ったりとか、
でちょっとそれを市電っていう切り口でやってみようじゃないかということで、ちょっとみんなの写真集めてホームページに載せたりとか、でイベントをそれを使って、これ昔の写真これどこなんだろうっていうのを探しに行ったり。知ってますか、市電走ってところ。いや知らない。ということは、はい、もう少なくとも20年以上 前、ね、もっと前ですね。72年に亡くなっているので、もう40年前。そこにあのおじさんで一人多分自然走ってた。あ、そうですね、あのご存知かもしれないですね。ちょっとまたまたゆっくりお伺いしたいですけどね。なのでもう僕らも全然知らないっていうのもあって、でも昔の横浜って変わってる部分と変わってない部分があって、それもまた面白いんですよ。そういうのはどういったところが変わってる？例えば、はい、あの昔は栄えてた商店街が今はちょっと、はい、っていうのもある、衰退というか。それもあれば、はい、逆にこう昔のまま残ってる建物があったり、はい、ね、県庁の建物とかそうですし、なんかそういうのもあれば、はい、逆にこう昔から頑張ってる、商店とかお店が未だに残ったりとか、なんかそういうのを見ていくと意外とこう、あ、変わってる部分もあれば変わってない部分もあるな、やっぱり横浜昔からなんか魅力的なところだったんだなっていうのもちょっとずつ分かってきて、なかなか面白いなって最近すごく感じてますね。すごいですね、そういう昔と今を比べるっていうことをするって、うん、なかなかね、で、このおいくつだと思いますか？おいくつ、いきなりあれですか？かなり若そうです。若そうって若いですけど。そうですね、ちょっとあの、21です。でも私話した時にいや、こんなしっかりされてるから、はい、でこう昔と比べようなって、そんな 若者今あんまりいらっしゃらないじゃないですか、はい、だからびっくりして、貴重というか、こう見直す、はい、同年代、まあ、同世代ですよね、僕もね。まあそうなんですけどね、はい、こういう、こういうことをされてる若い方っていうのは貴重だと思います。はい、はい、貴重だそうで、ありがとうございます。貴重っていうことであれすると、はい、あの市電って乗ったことありますか？まあ、横浜はもちろん乗れないですけど、地方行ったら結構、僕も結構鉄道とか旅行好きなので、はい、あの、たまに行っては、あの駅前から路面電車乗ってみようかなとか、うん、へえ、うん、路面電車っていいですよね。いいですよね。皆さん乗ったことあります？ありますよ、長崎で。ああ、あります。はい、長崎有名ですよね。はい、はい、いいね。ちなみにあの札幌出身なんで、札幌ですね。そうですね、あります。それが言いたかった。ごめんなさい、最後に言うのね。いやいやいや、どうぞ。そうなんですね。いいですね。わかります。はい、はい、札幌をね。でもやっぱりこれってただこうホームページにね上げてるだけでも、じゃあその先どうすんのっていうふうに思うんですけれど、やっぱりただホームページに上げるだけじゃ面白くないので、なんかやっぱりイベントを仕掛けていかなきゃなっていうふうに思っていて、で、あのここにもちょうどボードにもあのちょっと上げないと厳しいですか？すいません。上げますか？真ん中に写真がいくつかあの載っているんですが、はい、これ画面の左側は、はい、あの写真を実際持ってきていただいて、うん、アルバムをこうスキャニングをしているんですね。で、ただこれをやってるだけでも面白くないと思ってたんですが、うん、実際に集まってみるとやっぱり当時を知ってる人もいれば知らない人もいるので、あ、昔のここはねこうだったんだよみたいなエピソードがすごく出てきたりとか、あ、これあったね、こういうここは三和銀行だったんだよみたいな話がで、どん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 こう盛り上がって出てきてですね、あの館内とか桜木町だけでも、あ、昔はこんなことがあったんだみたいな、あとはあのその人自身のエピソードとかもどんどん出てきて、それがすごく面白かったんですね。でその後に街歩きの企画もやって、実際に写真見ただけじゃどこかわからないで、あのあちょうど写ってますけれども、これどこだろうって目星をつけて、じゃあ実際に行ってみようっていうふうにしたら、あ、意外と残ってたとか、あとどうしてもわからないところを昔からやってそうな商店に突撃で聞いてみて、うん、あ、これはねあそこだよみたいな、あこう地域の方とこう聞いて、ね、そうですね、意外なところでこう意外と盛り上がって、あ、そうなんですか、巻き込んでいくっていう感じでどんどん人数が増えてるっていう、あ、それでどんどんこうつながり、そうですね、はい、いい活動、あの人だったら知ってるかもっていうところにどん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 行ってみて、実は市電以外のことでもこう貴重なものがあるとか、そういう横浜の、うん、昔のことを知ってるとか、なるほどね、うん、市電を通じてこう他のことも知れる、ね、うん、すごい一挙両得な感じがして、そうなんですね、はい、今すごく面白いです、やってて。へー、はい、
電車っていうのは、うん、まあ好きですね、はい、あ、そうなんですか、好きですね。だから意外とそういう人もいるし、はい、歴史が好きな人もいるし、あ、なるほどね、うん、あとそういうデジタルアーカイブって言ってこう写真をどんどんインターネットに載せるみたいなことが好きな方もいるし、ただ単純に横浜が好きな方も、じゃあなんか鉄道好きだけじゃなくて、そうですね、いろんな間口が広いっていうか、そうですね、老若男女問わずいろんな方が、うん、言えましたね言えないちょっと今頑張りましたその言葉避けますけど、はい、鉄道じゃなくって自然っていうところがもっとなんか親しみがある、そうですね、あ、それはあるかもしれないですね、そうですね、鉄道っていうと結構マニアとか、そういう言葉がついちゃいますけど、自然だとね、こう横浜だからちょっとしたこう街を走ってたっていう目で行けば、こう横浜じゃなくて横浜の例えばこう六角橋とか、ちょっとこうピンポイントになっていくところがまた地元の人にとってすごくこう盛り上がりの種になる、もうちょっと身近なね、そうですね、なるほど、はい、だからそこがちょっとやっぱり面白い、ちょっと火をつけてるってこと、ところなのかなって。そうなんですか、うん、この自然ちゃんっていうのは、まあ、主にどういった方にこうプロイベントというかこう、見ていただきたいと、そうですね、やっぱり、はい、今写真を見たりとかって、はいはい、なかなかしない、やっぱり上の世代の方々にやっぱり見ていただきたいですね。で、やっぱりこうなんていうんですかね、今結構これからやっていこうかなっていう活動の一つなんですけど、なかなか外に出歩けない方とか、うん、でも昔のことを知ってて、やっぱり昔の写真を見るとすごく盛り上がるらしいんですね、やっぱり、そうですね、懐かしい、思い出を、はい、語ったりとかっていう、はい、だからそういう方々に向けて、なんかこうせっかく誰でも見れるようにインターネットに載せたので、なんかそれをうまく活用してもらえるように見てもらって、思い出語りのこう回とか、で逆に僕らはこう新しいことを知るっていう意味で勉強になりますよね。だから小中学生にワークショップするとかも面白いなっていう。それいいですよね、もっと横浜のことを知って歴史を学ぶっていうのはいいかもしれないですね。そうなんですよ、はあ、なんか似合いそうですね、小学校ありがとうございます、あ、なんか疲れそうですよねいじられたりして、あ、確かに、あ、確かにそうですね、あ、いじられるんですか、いつの間にか自伝ちゃんとここでも呼ばれちゃってみたいなあれみたいな、もうそういうキャラクターが定着しそうな感じですよね女の子たちも人気が出そう、いやいやいや、そうです ね、 ね、優しい感じでね、ありがとうございます、何をあげてるんでしょうとか本当ですね、いや、そういう自然ちゃんということで、うん、すごい、はい、まあ、自然ちゃんでゆるキャラと思ってたんですけど、結構深いですね、うん、そうですね、自然だけじゃなくって、はい、その横浜、うん、そして歴史を知るっていうことっていうのは、うん、この機会ですごい、はい、いいチャンスかもしれないですね、かもしれないですね、自然のその電車のなんていうんだろう、こう車体っていうか、それ自体が残って、はい、どっかに残って、残ってますね、横浜でも、うん、滝頭の根岸と磯子からちょうど吉野町の間のところに自然保存館って、はい、ああ、はい、そっかそっか、あそこにもありますし、あと神岡の倉木公園の公園に保存されているのがあって、あそこすごい綺麗に整備されて、今すごく本当に保存を頑張って整備とかされてる方がいて、大切に保存会みたいな形で動いているので、はい、なんかそういうところともまたなんかつながったりとか、ね、イベントできたらなとも思ってるんですけど、うん、そうやって広がってね、そうですね、なんかまたイベントが増えてできたらすごくいいですよね、そうですね、なんかあえて今のね、うん、横浜で、うん、はい、本当に自然が走るようになったらまた素敵じゃないかな、あ、そうですね、ちょっとそこを目指して頑張ろうかなとか宣伝しちゃいますか、いや、まあ、今鉄道とかもいいんだけどやっぱりそのね、はい、まあ、バスとかもあるんだけど、はい、もうちょっとこうなんか身近な、そうですよね、うん、割とこう港町って、うん、その札幌、うん、あ、札幌は違います、函館もあります、函館もありますよね、うん、だって長崎だったり、うん、こうそういう市電とか路面電車があるイメージってあるので、うん、あっても全然ね、うん、そうですよね、港のあたりとかをね、うん、ちょっと立ち行ったりとか、うん、街中走ったりとか、うんうん、もっとこう雰囲気が出ていい気がしますけどね、ぐるっと横浜を市電で回れちゃって、ああ、いいですね、もうどれだけお金かかるんだろう、夢があったり、確かにそうですね、うん、
そうですね、なんかバスでとかよりもいいですよね、市電でっていうとこう、そうですよね、渋滞とか巻き込まれないですしね、まあまあそうね、あの、まあ、車にとってはちょっとね渋滞がね、まあ、そうですね、でもすごく使いやすい乗り物ではありますよね、乗りやすい、そうですね、まあ、その辺であのこの中で走ってきたら止められそうな止まんないですあ、まあ、それはね乗り遅れちゃったら、やっぱりねこうほら子供の頃に、はい、あの自転にずっと乗ってたので、まあ、それはねちょっとね、なるほどなるほど、あの一言あそこのおじさんに聞いていますか、自然の記憶ちょっと、そうですね、そうですね、ちょっとどうなんですか、みなかがみディレクターに自然はですね実は昭和47年に就職してるんですが、うん、昭和43年生まれでほとんど記憶にないんですよ実はほとんど、ただ、はい、自分の家が、今っていうとバスの103系統、うん、昔でいう自然の3系統の、路線にあって、3系統っていうと、横浜駅から山手の山本町まで行って、はいはいはい、折り返しをするっていう、結構後の、昭和42年ぐらいまで走ってた路線なんですね、うん、でもう、ほとんど、覚えはまあないんですがそこの、跡地、特に山本町 の折り返し地点って結構、今でもちょっと痕跡あるんですけど、ほうその当時ホームとかがまだ残ってたりしてるのを覚えている記憶はあります、はい、ちょっとマニアックな話がびっくりしましたね、僕もちょっとインタビューしなきゃなみたいな、そうですよね、そうですね、まあ、彼のお父さんお母さんの世代ですね、あそうですね、バリバリそうですね、そういう方々のインタビューもそうですね、そうですね、またじゃあそしたら聞かせてくださいね、はい、インタビューの話を、分かりました、はい、ということでね、はい、自然ちゃん、自然ちゃん、うん、そうなんです、だから寒い季節ですけど自然にね、はい、自然ってねあれ暖房、まあもちろんほらどんな自転車でも暖房やるんだけど、はい、なんかすごくあったかい感じがするんですよ、あつまりほら外から乗るじゃない、はい、うん、路面電車だから、そうですね、特に北海道なんて雪の中をうわ寒いって言ってふっと入った途端に、はい、あったかい車内が、確かに言われてる、まあ、バスも確かにそうなんだけど、確かにそうですよね、うん、それがねなんかやっぱ記憶にすごくなんかあったかい乗り物っていうのが、ね、あるんですよね、もううっかり寝ちゃいそうな感じですね、寒いところから来ちゃったな、また復活できたら、そうですね、まあ、いつかね未来のこう、まあ、語ってればあるかもしれない、うん、そうですね、っていうね、うん、乗ってみたいです横浜の、うん、ね、素敵な、はい、ちょっと最後に、ね、一言こう、はい、見てらっしゃる方々に、そうですね、見てもらってよろしいですかね、お願いします、はい、まあ、ゆるゆるでございますけれども、こうやって昔の写真を集めながらゆるりゆるりと広げているので、ぜひ何か自然の記憶とか写真とかお持ちの方がいたら、ぜひ一声いただけるとありがたいと思っております。あとイベントに参加したい方もぜひ大西様、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。自然ちゃんの大西智樹、はい、さん、はい、はい、ありがとうございました。見ていただきました。ありがとうございました。横浜の自然で多分ね、はい、一つだけないものが、はい、なんですか、札幌にあるんですよ。へ、札幌ってあれ雪が降るでしょ。はい、あ、ってことは雪が降るから結局雪が線路の、はい、いわゆる線路の上に積もるんで、それを除雪しなきゃいけない、はい、でそれでね、ササラ電車っていうのがある。へ、結局自然の一番前にこう竹のなんかこんなような、はい、書くやつをつけて、それがバーッと走り出すと、はい、北海道、あ、いよいよ寝雪、まあ、寝雪って言ったらこれも雪がねずっと残るから、はいはいはい、そういう印みたいな、そういう印みたいなのがあってね、ちょっとそれはね横浜にないも
あ、そうですね、長崎でもないみたいな、まあ、なるほど、またちょっと自慢してますけどね、はい、入りますね、入りますね、はい、ただね、はい、やっぱりこれからね、はい、やっぱりあの、まあ、冬に入っていきますけど、横浜だとなかなかやっぱりそうですね、そこまでっていう風にはならないじゃないですか、なかなかないですよ ね、でもね、はい、雪を運んでくれそうな方々がこれからいらっしゃるということで、おお、それ期待できますね、はい、何かちょっとどなたがこの後見てる紹介していただきますでしょうか。わかりました、はい、じゃあ来てください、カモン、こんばんは、お、サンタクロース、はい、サンタクロースです、サンタクロース is coming to town、 おー、今日はありがとうございます、じゃあサンタクロース、サンタクロース、そしてトナカイ、あ、それはね、トナカイが運んでくれないとね、はい、来れないので大切な、まあ、そうあのレディーズのパスをちょっとお座りください、はい、おかけください、メンズはちょっと、まあ、椅子を引いてきていただいてもいいですし、あの後ろにあの守護霊みたいなのを持っていただいてもいいですし、はい、失礼して、今日サンタ、サンタのロジック、はい、ちょっとここ置きますね、はい、ありがとうございます、はい、はい、改めまして、はい、はい、あの横浜サンタプロジェクト実行委員会と申します、よろしくお願いします、名前をこうもし明かしてもいいんであれば、あ、はい、そうですね、ペンネームとかでもいいですけどじゃあこちらから、トナカイのペンネームってどんなペンネームか分かんないですけどね、あれです、落ち落ちどうぞ、あ、はい、はい、じゃ あ, あの実行委員長をさせていただいてます、大川印刷の新井と申します、新井さんよろしくお願いします、はい、副実行委員長の松前と申します、松前さんよろしくお願いします、じゃあトナカイ、赤い花のトナカイ、はい、どうぞ、トナカイの木原です、はい、よろしくお願いします、木原さんよろしくお願いします、ということで今日はサンタプロジェクト、サンタクロースですよ、おー、ってことは何かくれるんですか、テンションが上がってきてる感じなんですけどねそうですね、もうなんかいい子にしなきゃみたいなそうだ、いい子にしないとプレゼントもらえないよっていう、プレゼントは渡せないんですけどよかったらサンタに、サンタにちょっと待っていいですか、なってください、いいですか、はい、ビューティーサンタということで、ね、じゃあ、はい、お仲間入りにさせていただきます、はい、あのサンタプロジェクトはですね、横浜の企業ですとか NPO や行政とか学生が一緒になって取り組んでいる活動で、あの誰でもサンタになれるという活動ですので、ぜひこれを機にサンタになって横浜に笑顔を届けてもらえればと思います、歌を歌うサンタです、そういうのもありですね、当日はあの12月14日の土曜日にパシフィコ横浜でやるんですけど、パシフィコでやるんですけど、あのそこのステージがありますんで、ぜひ、はい、ステージではいろんなあのバンドですとか、あの子供たちによるキッズダンスですとか、そういったものもやりますんで、あ、そうなんですか、はい、そのプロジェクトっていうのを具体的に、はい、じゃどういったこと、そうですね、まあ、あの先ほどもう一つメンバーで、はい、まあ、あの横浜に笑顔を届けようということで、例えばあの、はい、児童養護施設ですとかそういうところに訪問をして、あの子供たちと遊んだりですとか、はい、あとはあの広場でまあ、ブースを設けてそこで子どもたちと遊んだりですとか、はい、まあ、先ほどのステージで楽しんでいただいたりですとか、はい、あとあのオープンカーのソリに乗ってこう横浜周辺をドライブするドライブサンタ、面白い、はい、トナカイ、あ、違います、オープンカーです、オープンカー、オープンカーをトナカイがいるんですよ、トナカイもいるかもしれないですね、はい、あ、あとはあの清掃活動ということで、うん、まあ、あの綺麗を横浜にプレゼントしようということで、サンタさんが清掃ゴミをこう担いで、ゴミをね、プレゼントじゃなくてゴミを担いで綺麗をプレゼントするために、あの港未来周辺を、はい、あのお掃除したりもします、なるほど、ちょっとね画面に今出てる、ね、清掃サンタ、はい、であのこれは当日飛び入り参加も可能で、あの、うん、メンバー募集してますんで、あ、そうなんですか、ぜひ、はい、これいつ、あ、先ほど12月14日の12時から、はい、12時3時半までですね、はい、12時から3時半、12時にこのパシフィコ横浜の円形広場に来ていただければ、はい、はい、なるほど、パシフィコに集合という、パシフィコに、はい、なるほどね、でこの今出てます地図のあのエリア、まあ、大体そうですね、あとは今年はあの中華街の方にも足を伸ばしていこうと思っていて、いつもね食べてお世話になってますか、はい、中華街、あ、そうなんですか、ね、あ、それは正直記念したい、そうですね、うん、そこにランニングサンタといって、うん、ランニングで走って中華街まで行って、うん、あのゴミを拾ってくるっていうアクティブなサンタもいますんで、そうなん
ですか、はい、トナカイさんは何かそれに一緒にするんですか。もちろんですよ。もちろんサンタの皆さんと一緒に、あ、そうなんですか。拾って拾って、あ、なるほど、先陣切って拾って拾って、それはね、すごい。でもトナカイさんがいなかったらサンタクロースは、ね、成り立たないです。あ、そうですよね。ね、でもどっちのがいいんですか。もちろんそれは サンタクロースのね。サンタクロースが多いですね、はい、どれぐらいの比例をいらっしゃるんですか、そのトナカイとサンタクロースって。まあ、だいたい91ですかね。91、あ、じゃあ貴重ですね。レアキャラですね。やっぱトナカイになるためにはね、いろいろと訓練受けなきゃいけないんですけど、まあ、サンタクロースもそうですけど、どれくらい受けたんですか、はい、うん、ね、そうなんですか。あ、まあ、それこそこう運ぶ、そうです、皆さんの先頭に立ってこの赤い鼻で人々を照らさなきゃいけないんですからね。あ、なるほどね、うまいこと言いますね。はい、まあそういうことで重要な、え、皆さんじゃあ参加される方はこうなんかサンタの何かを着たいとか、あ、そうですね、あの気持ちサンタの格好をしていただければ、はい、うんうん、はい、で当日はまあ晴れれば700名ぐらいパシフィコに集まって、すごい、全員サンタの格好、700人のサンタ、はい、大集合する予定ですので、はい、なかなかそんな見られない。これ今まで一番多かった参加人数ってどのぐらいなんですか。500名ちょいぐらいですかね。今年なんかあれですよね、700と言わずにこう1000人ぐらいがバッと詰まった。すごいですね。目指せ1000人、目指せ1000人、はい、ぜひ来てください。1000人のサンタクロースになったらあれなんですかね、こうなんかこうギネス、あ、欲しいですね、ギネス服とかね。あ、確かに、うん、そうなんですよね。まあ、もちろんそのギネスブックは目的ではないけれども、まあ、まあ、みんながね、はい、集まってきて、まあ、ギネスさんちょっと見てみてよみたいな感じで、自然な感じでこうなんかギネスのジャズとか、なんか横浜っぽくていいですね。なるほどね、そうなんです。これ子供も参加できる、もちろん、はい、子供はいつももらってるっていう感じがしますけど ね、サンタさんから、まあ、はい、そ、当日はその子供たちの、まあ、ステージパフォーマンスですとか、はい、あとは子供が喜ぶような広場のあのブースにてこう企画も用意してますので、あの、そういうゲームとかこう工作とかもできますので、ぜひ、あの、はい、お越しいただきたいですね。はい、あ、じゃあ子どもの子どもサンタも見られるってことですか。そうですね、あの、ちびっこサンタのダンスとか、はい、かわいい、え、そのダンスする時もこうサンタクロースの感じ、もう、はい、キャー、もうキャワイイもいですね。そうなんだ、あ、そう、結構あの、はい、見ていただくと、本当だ、ちっちゃい子もたくさんいる、ね、ちょっと去年雨で寒かったんですけど、それでもこんだけの人が集まってくれて、そうなん、ちょっとチラシをお願いしていいですか。そうですね、これこのチラシってあのどちらかで手に入れることができるんですか。ここはですね、あの、あそこの、コミュニティデザインラボさんのとこでもやってますし、はい、あの、いろんなとこに市内各所で、市内各所で、はい、これウェブページとかも、あ、ウェブページにも、はい、なってますので、横浜サンタプロジェクトと検索してください。なるほど、多分横浜サンタって入れればなんか出てきそうな感じですよね。そうですね、はい、フェイスブックもやってます。お、フェイスブックで、はい、そのさっきおっしゃってたダンスのっていうのは、はい、まだ今からでも参加はできるんですか。もう締め切っちゃったんですけど、あ、もう締め切っちゃったんですか。ぜひあの見に来てください、はい、はい、応援してあげてください、ね、各ブースで お店屋さんや体験工作ゲームに参加しようって書いてお店屋さんもできるんですよ。へー、もう子供とか ね、大喜びですね。いいですね、サンタが街にやってきた、サンタが横浜の街にやってきた、サンタクロース is coming to 横浜。あの、歌えればもっと歌えますからね。そうなんですか。これもどのぐらいやられてるんですか。これ今年で5年目。5年目。すごいですね、うん、それだけ続いてるということはやっぱり好評だ、ね、ということで、これはね、多分あの Y150 じゃないけどいうね、横浜サンタ100みたいなね。ああ、目指せ100。その頃には多分いないね。わかんないですよ、サンタクロースだからもしかしたら生きてる人もいるかもしれませんね。あなたおいくつですかみたいな。あ、そうですよね、サンタクロース魔女とは違いますけど、ね、なんかね、ちょっとそういう生き物みたいですけど、そう、当日はあのスウェーデン大使館から、はい、あの、あ、素敵なゲストが来て、一緒にあの民楽器とかこう、うん、のダン、まあ、音楽でこう踊ったりですとか、あとサンタそっくりな方が来たりとか、まあ、北欧ですからね、サンタはね。結構この参加者の中に比較的サンタっぽい人もたくさんいる、うん、いろんなあのサンタのファッションを楽しんでいただいてます。これだけやっぱりサンタがたくさんね、サンタのを助ける人たちがこう横浜に集まって、うん、はい、みんなでいいことをするから、うん、きっと横浜の子供たちのところにはサンタクロースが来るんだと。なるほど、ね、
確信できますね。よっぽどその子はね、ちょっとね。まあ悪いことしなければ、大体いい子にしてれば大丈夫ですよね。貯金が溜まってます。そうですね、見てますもんね、ちゃんとね。そういうサンタの格好をすると、はい、なんかこう夢を与えるっていうか、こうあったかいなんか気持ちになったりってしませんか？そうですね。なんかこう、はい、結構皆さん着るとやっぱり、なんでしょう、本当にサンタになれるというか、明るい気持ちになってこう皆さんにこうフレンドリーに接することができたりとか、ちょっと違う自分になれるっていうのがこう、まあ、それをきっかけに社会貢献とかボランティアにもこう積極的になれるっていう効果があると最近気づいたので。おお、なるほどね。社会貢献という言葉が今出てきましたけどね。そうですね、いいですね。サンタが社会貢献、そう、はい、すごいあったかいですね。なんだかこう、サンタ、横浜サンタプロジェクトは2013年12月14日の土曜日、はいはい、12時から、はい、4時、午後4時までということで、はい、まあ、パシフィコ、横浜の円形広場の方に来て直接来ていただければ、はい、ということですね。まあ、基本としては、まあ、なんかそのサンタの格好をしてくる、そうですね、あの、うん、赤い服でいいわけですね。気持ちサンタであれば、気持ちサンタであれば、ハイジみたいな格好でも大丈夫なんですか？あ、もういいです。可愛いからもう本当なんでもいいですよ。まあ、赤とちょっと白がね、なんかポイントだっていう感じでしょうかね。まあ、中にはトナカイでもいいかもしれない。あ、そうですね、トナカイね。ということでね、来ていただければというふうに思います。はい、はい、じゃあ最後にお一言ずつ、一言ずつけないと、サンタさんとトナカイさんからメッセージを。じゃあトナカイという目線でお願いします。はい、12月14日12時から、パシフィコ横浜円形広場でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、赤い花が、ね、照らしてくれるということで、はい、ありがとうございます。ではどうぞお願いします。あの、特にないんです。特にないはないですよ。サンタさん、控えめなサンタさん、サンタさんね、サンタの中で一番テンション低いサンタ。冷静なね、こう、ただその日はみんながハイテンションになれる日なので、ぜひ一緒に。先でも本が出てて、なんかそのハイテンションの人じゃなくてこう、はい、あの、まあ、内気な人というか、はい、その人が実は、すごく大事なんだって本を先読んだんですけど。あれ、そうなんですか？そうなんですよ。どうして大事なんですか？いや、あの、ね、それは本を読んでいただけたら。そうきました。だからきっともしかしたら大事な、大事な、ハンターなキーパーさんで、あの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、じゃあ代表はいれば、はい、代表の方からお願いします。ですね、脱ぎました、ね、恥ずかしくなっちゃって、そうですね、言うとしたことが吹っ飛んでしまいましたね。あの、まあ、本当にあのたくさんのサンタがこの日は横浜中で中華街とかみなとみらいで、あの、もうたくさんいますんで、あのみんなで盛り上がって、あの、いいイベントにしたいなと思ってますんで、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、楽しみにしていきたいと思いますね。楽しみですね。これはちょっと14日、サンタさんに会いに行きたいですね。はい、もちろんトナカイさんにも。はい、もちろんね。はい、ということで横浜サンタプロジェクト2013の実行委員の方々に今日は来ていただきました、はいはい、ありがとうございました。じゃあ帰りも照らして行ってあげたら帰りですけど、ね、あ、真っ赤の花のトナカイさんは何をやらせていただくかですよね。すいません、はい、ちょっとね、ちょっとね、はい、はい、ということで、とってもなんかサンタさんに会いたくなっちゃいました。会いたくなりましたね。あ、うん、会ったことありますか？サンタさんないですよ。あ、そうなんですか。あ、手紙とかもらったり。手紙は送りましたけどね。あ、そうなんですか。当然かわいいじゃないですか。送りますよ、それね。うん、帰ってきたんですか？帰ってこないけどプレゼントちゃんと、うん、あ、その、これが欲しいって言ったものが、これが欲しいって言ったものがちゃんと来るんですよね。あ、優しい。どうやってサンタさんね、うん、そうですよね、全世界の人に配ってるのかっていうふうに思ってたんですけど、サンタさんはね、サンタさんはね、あれなんですよ、あの、こう、やっぱ、まあ、もちろん特別な能力持ってるんですけど、サンタさんのヘルパーさんっていうのがいるみたいですね、各地にね。そうなんですね。そういうのもあってこうね、スポンサーさんというかね、たくさんの方々がやっぱりこうサンタクロース、ね、これからきっと本物のサンタさん来ますんでね。いやー、会いたいですね。あ、そうなんですか。ちなみにサンタさんに会いたくって、はい、もう夜中もずっと起きてたってこともあったんですよ。そうですよ、夜中をね、ずっと起きてて、うん、はい、で寝てしまって、ね、そうなんですよ、うっかり寝ちゃうんですよね。うっかり寝ちゃったとかね。
なんか、なんか見てたらなんかサンタクロースがお母さんにキスしてたりとかね、うん、そういう歌もありましたよね。はい、それはなんか、まあね、そういうこともあるですね。ありますね。それ見たくない。サンタさんいろんなところに出てきますね。出てきますんでね、そうね。まあできればそのプレゼント置くっていうところはね、はい、まあ、送るとこ見ちゃダメです、ね、見ちゃダメですね、そこはやっぱり夢の中で、うん、あれでもね、日本はねプレゼント枕元に置くんですけど、はい、あ、そうですよ ね、はい、ね、アメリカはあれは、はい、どこに置くんですか。あれはあの暖炉の近くにストッキングがはい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 、あって、はい、その中に入れるとか、なるほど、あとはそのクリスマスツリーがあってクリスマスツリーのところに置いてってくれるし、まあ、いろいろパターンがあるみたいですね。まあ、その国に合わせてこう、ね、サンタさんもいろいろとこう、あ、変わっていくっていう、ね、ててね、サンタさん大変ですね、うん、今アメリカなんだと、アメリカなんだ、ね、今日本だから枕元に置かなきゃいけない、なるほどね、はい、頭いいですね。まあ、ということで、はい、はい、今日はですね最後にあのちょっとね、はい、あの素敵な、いやまあね、私からね恐縮なんですが、プレゼントをちょっと、プレゼント、はい、まあそうですね、私はさっきちょこちょこ歌わせていただいてますが、うん、ミュージカルをやらせていただくということで、はい、あのちょっとその宣伝をさせてください。はい、はい、こちらですね、ちょっと見えますでしょうか。はい、ラストラムというのですね、はい、朝日組ミュージカルのなんですけど、うん、ラストラムっていうのはシェイクスピアのお気に召すままに、はい、ご存知ですか。わかります。 あれが元なんですよ、うん、あ、はい、あれ、そっかそっか、そうなんですね、はい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 、わかります、わかりました、わかりました、うん、だからあの天国から下界に送るって言って、うん、まあ、下界の話でっていうので、うん、まあ、その中でいろいろ登場人物とかはそのみんなの出演者のキャラに合わせて作ってくれたんですよ。で、私は、私どういう役だと思いますか。ちょっと難しいかもしれない。ゆるキャラです。ゆるキャラ。違いますね。それは出てこないですね。何ですか、それ。ゆるいんですか。いや、まあゆるいんですけど、その、なんか重要な役をやるって聞きましたけど。あ、意外と重要。あ、そうなんですよ。うん、あの最後に、まあそう言うとネタバレしちゃうんですけど、うん、あの旅のフリーター花っていう役で、うん、まあその最後危機的な状況を、うん、かもしれない、かもしれないっていうね、いないと困るっていう、まあ、そこ行っちゃうとね、ちょっとね、そうですね、まああれなんですけれども、あのそういう役をいただいて、もう来週なんですよこれ、12月の6日、7日、8日、この3日間で、7日は昼と夜両方やりまして、はい、あの全部で4公演やるんですね、うん、でこんなにやったことって私あの、まあ、いくつか舞台やらせていただいたことあるんですけど、うん、なくって、だから体力的にもちゃんとできるかなっていうのを、まあ、温存しておかなきゃいけなくて、これなんかこれ、はい、どんな話なんですかね、ちょっと触りだけでもちょっと触りだけ、あ、そうですね、それ話して、まずこう家族の天国の世界の中で、うん、あの家族、一家族いて、パパモニア、ママモニアといて、うん、3人子供がいるんですよ、はいはい、で3人子供がいて、ちょっと下界を見てきなさいよって言って送りつけるんですよ、はい、で送りつけたところで、うん、そこは朝日の森っていうところに来て、うん、で朝日の森でいろんな住人たちのお話があり、うんうん、でまあ、住人たちとこうなってる、そうなんです、はい、でその子供たちが泊まる家があんたたちないでしょって言って、私が泊めさせてあげるんですよ、ね、フリーターが泊めさせて、で、まあそういったことをして、うん、でその下界に来た子供たちが恋をしたりするんですよ、うん、でもそれを天国で見てるパパモニアがダメだダメだとか言って、うん、魔法、その男はダメみたいな、ダメだとか言ってこういろんなことを試行錯誤するんですよ、はいはいはい、でしたりして、で朝日の森の、まあ、羊飼いとかもいましてね、はい、その羊飼いたちがちょっとこう危機的な状況に落ちてこれから続けられないという、うんうん、それさあどうするかっていうふうになって、うん、まあ、結局まあそれでね、まあ私がなんかなるかもしれないんですけれども、はいはいはい、まあ、そこでちょっと重要なこう働きをして、はい、っていう話で、うん、まあ最後の最後はそのどうなるか天国にっていうのは、まあちょっと見てお楽しみということで、うん、そうですね、まあでも雰囲気として見て、はい、やっぱりこうちょっとね、はい、あのすごく不思議な感じですよね、不思議な感じで終われるのか、なんかちょっとこうね、でも割とハッピー、そうですね、ので、はい、ぜひあのいろんな方に見ていただきたいと思います。はい。と、はい、いうことで今日ちょっとあの稽古の様子を、うん、あのまとめてきたので、ぜひ見ていただきたい。映像あります。はい。はい、お願いします。お願いします。どうぞ。
歌の稽古で、はい、でですね、あ、出なかった、あのジャズの方も出てまして、はいはい、今右にちょっと映ってます、うんうん、あのピアノ弾いてる方は割と世界的に有名なジャズシンガーの城田優子さんという方だったり、はい、あの館内でもライブやられてるんですよ、エアージンとかで、まあ、それはね、まあ、そういう方もあのそのパパモニア、ママモニア、ママモニアで出てまして、はい、で実際に歌の後ろこちらみんなですね、みんな楽しそうだね、楽しいですね、出れるってことで盛り上がっちゃってね、みんなキャキャこれが城田優子さんで、はい、ちょっとインタビューしました。すごい、もうジャズ世界、こんにちは、もう世界的に有名なジャズピアニストって方であのご出演されて、すごい嬉しいばかりですね。よろしくお願いします。今日はレッスンをしてくださるということで、楽しく、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらは、マツケンさんこと、はい、あのドラムですよね、同じく俳優でご出演されます、よろしくお願いします。この方もジャズの方、みんな稽古は今日何時からだったの？今日は9時から9時、9時から9時、朝の9時から、小学生が、えらい大学生の社会人の方もいます、5人学とかね、参加してます、そうなんです、この子が主役をやる、はい、すごい大人っぽいんですけど、今中学生だっけ、中学2年生、大人っぽいですね、本当にしっかりしてて、たくさんの人すぐ覚えちゃうんですと思うんだけど、なんかメッセージあったらお願いします。さっきミュージカルも今年で5周年目なので、5周年なので、はい、その5周年の集大成、集大成で面白いコメディー、はい、バラガリ涙のコメディーミュージカルをお見せできると思うので、はい、ぜひぜひ皆さん見てきてください、よろしくお願いします。どうぞお待ちしてます、ありがとう、ということでね、妹です、本当、あのね、みんなでね、その兄弟の天国から来る兄弟の一番長女で、長女の主役の子で、この兄弟が今出てたんですけど、2人っていうのでした、はい、ありがとうございます。今のお酒でもなんかね、楽しくて見に来たい感じですよね、はい、あ、本当ですか、ありがとうございます、ね、はい、ぜひこう、うん、子供たちのパワーっていうのもすごいですし、うん、もちろんミュージカルなので歌って、うん、踊って、うん、それで演技も、うん、もうすごい今もう奮闘中なんですけど、練習が大変でしょう、そうなんですよ ね、もう毎日のようにあるんですけど、ね、はい、まあそういうことなので、はい、ぜひ楽しんでいただけると思いますので、はい、あの舞台もちろんその、はい、あのまあ、私も舞台とかやったことがあるので、あ、そうなんですか、なんでやっぱり、はい、ね、出てくるその出演者の人、はい、まあ、役者の人たちの演技とか歌とかも当然楽しみなんだけど、はい、その後ろにあるね、あ、舞台美術、なるほど、あ、それも結構すごいです、ね、それもね、やっぱりね、うん、はい、舞台の好きな人にとってはね、やっぱり、ね、あ、見どころですよね、うん、そうですよね、うん、で今回そう言い忘れたなんですけど、2つ舞台を使うんですよ、だからその下界の世界とっていう、まあ、天国の世界とっていうので、うん、下界のだから世界ですと客席に近いんですよね、すごい、もう全方向から見られてるので、そこは緊張してあったんですけど、そうそうそう、はい、下界と、はい、天の、ね、はい、あれ天界国と下界とって言ってたから、はい、それをどう舞台の美術で表現するのかなって、はい、実はちょっとね、思ってたんですか、うん、すごい、さすがそこをね、思って、うん、そういうことなんですよ、2つ、なるほどね、はい、なんそれ結構見どころだと思います、そうですね、うん、ありがとうございます、ね、ちょっと漏れそうになってしまいましたが、はい、はい、そうなんですよ、だから今もうこれ脚本は、脚本はですね、あのオリジナル脚本なんですか、そうなんですよね、ここのもうずっとやってる朝日組ミュージカルの演出の方が書いてくださって、うん、はい、であのもうワークショップをずっとやってたんですよ、うんうん、でワークショップやってて、はいはい、みんなのキャラクターとかに合うのをこうずっと書いて、そこの中からこう、はい、あのお話っていうか、そうなんですよ、役ができてくるっていう感じなんですよね、はい、朝日組、はい、組ミュージカル、はい、
はい、もう朝日区の方々の、はい、まあそうなんですけど、まあ、朝日区のっていうか、はい、朝日区のね、ずっと根ざしているそうですね、ミュージカルってことですよね、はい、でも出てる方は朝日区じゃない方もいらっしゃいますし、うん、全然まあ横浜だったりそういうつながりがあって、うん、あのまあ朝日の森っていうね、うん、中では使われてますけれども、うん、そのいろんなところから来ている人もいますから、まあ、区民の人たちを中心になってこう、ねうね、みんな応援しながら横浜の人たちに広がっていくっていうね、はい、感じの、はい、多分活動をずっとこれ続けてらっしゃるんですよね、はい、そうですね、うん、どのぐらいだっけ、まあ、これ5周年5周年ですよね、はいはい、この間もねあの紹介を、ね、してもらいましたけど、そうですね、はい、5周年ということなの で結構5周年って記念すべきあれなので、うん、盛大にで、まあ、劇中でも、うん、その5周年っていう設定で、うん、いろいろ森の中でこうお祝いするっていうのがあって、うん、プロレスしたりとかあるんですよ、はい、ちょっとね、レイナさんその役作りをするときなんかこう、はい、こうちょっと気をつけたこととかなんか、ああ役作り、まあ、これは割と私に合ってるので、うん、なんか最初かっこいい系にしてよって言われたんですけど、うんうん、なんかかっこいい系にしたらすごいギャルっぽいって言われたので、うん、なんかマジでみたいな感じになっちゃったら難しいなって、うん、今度可愛くなってよって、うん、マジでみたいな、うん、難しいわと思って、うん、もう自然体でいることにしてます、結局自然体でいいと、はい、はい、あのなんかこう役を作ってしまうと逆になんか癖が出てしまうんですよね、なのでまあ、この役をやるときは自然体で、うん、でも役作りするときはいろんな女優さんの演技を見たりとか、うん、あこの人に近づきたいっていう人を一人決めたりしますね、うん、へは、まあ、ありますね、身近で、身近でね、はい、うん、なんかかっこいいなっていう人とか、なるほどね、はい、なかなかこう抜けなかったりとかねしますけどね、その役が、役がこう、こうなんか学校に行っててもなんか、前もう常にこう花みたいな、花みたいなありますね、フリーター花のような、そうですね、フリーでちょっと迷惑をかけちゃうかもしれないんですけどっていうのはありますね、はい、なんでね、これね、あのもちろんいろんなストーリーとかね、そういうことはここでちょっとね、はい、お話あんまりしないでみんなで見ていただきたいと思うんですけど、そうですね、はい、終わった後にね、ちょっといろいろとどんな風にって、はい、ちょっと聞きたい気がしますね、またはい、じゃあぜひその時はお話しさせていただきたいと思います、はい、特集をちょっと組もうかなと、わかりました、ありがとうございます、はい、改めてちょっとあの日時をご紹介していただきたいと思うんですけど、はい、そうですね、はい、場所と、はい、場所とまず日時は12月の6日、もう来週の金曜日ですね、はい、来週の金曜日の、6時半開演です、はい、で7日は土曜日1時半と2回ありまして、はい、6時から開演となってます、うん、はい、で最後は、8日日曜日、はい、1時半から開演となっております。で場所は二俣川にありますサンハートの大ホールでやりますので、二俣川の相鉄線ですね、うん、で来ていただければありますので、もうすぐ駅から近いのでぜひ見に来てください。これはチラシを誰作ったんですか？これはですね、あのさっきちょこっと出てたパンフレット持ってた人がこう、まあ、キャストの中ですごい得意な方がいて、うん、その子が作ってくれたんです。ね、演劇ってほらこういうお芝居って、はい、あのこういう例えばチラシ作るところから始まって、はい、脚本書く人もいて、はい、舞台作る人もいて、はい、でね、あの当然その舞台に出る人だけじゃなくて、例えばお客さんが来た時に、はい、チケットの模擬をする人とか、そうですよね、すっごいたくさんの人がかかるじゃない。あ、そうなんですね、いろんな方が携わってて、うん、本当にだからこういうのにしてももう寝れないって言ってて、ね、はい、当然演出をやる人もいて、そうですよね、演奏先生がねずっとこういろいろとやってて、うん、まあ、音楽だから音楽の人も、音楽もいますしね、うん、全部それがなかったら成り立たないので、本当にこう一つ一つありがたいなって思うばかりなんですけれども、まあね、ここ桜ワークスっていう場所なんで、はい、この桜ワークスの、はい、まあ、いわゆるあの、まあ、なんてチーフ、はい、チーフっていうか主のね、杉浦さんいますけど、はい、あの方もともとね舞台、舞台監督ですからね、いやー、ちょっと後で先、はい、先入ってないけど、なんか時々あの、ね、セット入ったりしてるんでね。あ、そうなんですか、はい、うん、すごい貴重な、当然舞台監督の方もいらっしゃるわけですよねまあそうですね、ちょっと言いづらいですけどね、はい、そうですとね、うん、あ、そうなんですか、そういういろんな方々がね関わってきっと、うん、いい舞台ができると思うので、はい、ぜひこう一人ずつのこういろんなとこを見ながら役、うん、まあ、もちろん私をちょっと中心に見ながらみたいな、
そうじゃない。まあもちろん私も見てほしいですけど、まあですね。まあね、はい、いろんな見方ができる、ね。いろんな見方をもちろんして、うん、先ほど言ってたよね、そういう、まあ、舞台の大視聴道具だったりとかも楽しんでいただける。子供に持って帰りそうな気もするけど。まあそうですね。子供はねやっぱり可愛い、ちょっとね負けちゃいますけどね。まあそういったところなのでぜひ。はい、ぜひぜひ、チケットはまだまだね、まだまだもう全然ありますので、はい、加藤まで、そして、はいはい、こちら当日でも大丈夫なので当日もあるということでね、まあ、はい、あのできるだけ早めにねぜひあのねチケットの方を、ね、お求めいただければと思います、はい、あ のんびりしてるとだいたいこういうものってあの後半戦になってドバドバドバってできますんでね、そうですね、ちょっと、はい、もしかしたら、はい、ちょっとね、はい、あのいけるだろうと思ってても、はい、あこの日ごめんなさいってことになるかもしれないので、うん、ちょっと早めに、そうですね、はい、特に8日はですね結構やっぱり売れます ね、 やっぱりね、非常にですからね、はい、で2日目の夜は特別キャストが出るってことで、うん、はい、はい、それあそれ言ってたんですね、あのまあダンサーのプロのダンサーの方だったり、うん、ジャズのもっと有名な方も出るかもしれないっていうことなので、ちょっとじゃあ土曜日、はい、土曜日の夜はおすすめです、おすすめですね、はい、はい、ぜひ、はい、土曜日の夜は6時から開演になっていますのでぜひそれお願いします、分からなければね浜コースルームにちょっとチケット欲しいんだけどって言ってね、はい、なんかメッセージくださればはい、ぜひぜひレナさんの方に伝えますんで、はい、ご対応しますのでお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、ということでね、はい、ラストラム、ラストラムという間でしたね、で1時間ということでまだ8分ぐらいあるんですけど、ね、あまだ8分あったんですね、はい、それではですね、ディレクターが何かの時間ですね、横浜経済新聞の方から、はい、浜経ニュースを、出したいと思います、はい、浜経ニュース大丈夫ですよ、はい、はい、横浜経済新聞の、今日、最新のニュースはですね、東神奈川に、シェアハウス SPH99、オープニングに、マルシェや、青空ヨガというニュースが上がっていますが、私はちょっと、これちょっと取り上げたいなと思ったのがですね、うん、こちら、はい、横浜中華街で、イルミネーション、春節10日ということで、食の祭典ということで、これ今日の、これも今日のニュースですね。これ今日やってるの？あ、今日やってるわけじゃないよね、これからね。ね、今、今日もやってます。今日もやってる。はい、で、まあこれやっぱり冬ってやっぱりイルミネーションの季節じゃないですか。そうですね。はい、で、また横浜の中華街って。ライトアップがすごい綺麗ですよね、はい、で、それを両方合わせて、はい、横浜中華街でおもてなしのイルミネーションイベント、おもてなし、はい、はい、Y154 メモリアル、春節10日というのが開催されております、はい、で会期中はもう今会期中なんですが、中華街の通りをですね提灯とかそういった本当中華風の、ライトアップをしているということで、中華街、中をですね、そういう中華風のイルミネーションで飾りずっと飾っていてですね、シンボルツリーっていうのがあるんですが、これがですね玉が、3万5000球という数で3万5000球、そんなありますね、イルミネーションをした、シンボルツリーがあるということで、先ほどもちょっとねちらっとありますが、横浜の食といえば外せないのは横浜中華街、まあ、特にあんまり昼とか行くよりもやっぱり、夜が、一番かなということで、ぜひ皆さん行っていただければなと思います。私もちょっとこれせっかくなのでね、そうですね、終わる前にちょっと遊びに行きたいな、ご家族でとかね、お友達でとかね、うん、まあ、恋人同士でもいいですし、そうです、ね、まあ、女友達同士でも、うん、まあ、男友達同士でもいいですよ、この際、ね、いいじゃないですか、全然もう、ね、オールマイティーね、はい、オールマイティーね、まあ、一人で行ってもいいですけどね、うん、もう全部いい、まあ、できたらね、誰かと一緒にね、はい、行った方がいいかもしれないですね、綺麗だなっていうのを共有したいですよね、いいですね、やっぱり、はい、はい、で
次週、はい、はい、火曜日ですね、はい、ハマッコストリームフロム、桜ワークス、はい、前にちょっと紹介したんですが、あの都合で来れなくなったですね、うん、こちらの旅する、コンフィチュールの旅するコンフィチュール出てきた紫外さん、はい、はい、こちらのなんだっけと、ド根性の、はい、ジャムで、ジャムで、片沼さんなんかはご存知かと思いますが、はい、紫外さんといえばこの間なんかあの菊名にあるレストランサイトにお仕事で行ったとかって言ってて、はい、お仕事で行ったって言ってるのなんかめちゃくちゃ食べてる、お仕事じゃないじゃないですか、俺仕事じゃないんじゃないかってツッコミがフェイスブックいっぱい入ってましたよね。こんなことここで喋っちゃっていいのかっていうのがまあいいじゃないですかね、はい、まあ、とても素敵な方なんで、はい、ぜひね、はい、そのジャムが、ね、ジャムがねすごく美味しいし、横浜のねお野菜とかいろんなものやっぱりあの果物いろんなもの使って、はい、地産地消美味しいお野菜、ね、はい、美味しいジャムを作ってる、これからの季節、クリスマスのねなんかギフトのやつもねこの間アップされてましたね、うん、そうなんですか、うん、へ、じゃあなんかクリスマスのねプレゼントに、はい、あ、いいですね、ジャムって、いや、おしゃれで、なんかそのパンにつけてとかっていうそういうんじゃなくて、はい、食べれるんですよ、それそのまんまジャムこと、うん、へえ、それだけこうジャムだけでも飽きないと、はい、あ、そうなんですか、まあ、あんまり喋っちゃうとね、来週喋ることそうですね、まあ、いっぱいありますけどちょっと残しておいて、わかりました、ということで次週もぜひぜひ、はい、見てください、見てくださいということでね、はい、まあ、ということで、はい、今日はね、いろんな方々が来られて、はい、シデンちゃんから始まって、はい、シデンちゃんね、面白かったですね、ゆるキャラが来るかと思ったらまあね、こうね、好印象な子ね、青年が来て、はい、すごく ね、歴史だったり、ね、横浜のゆかりのある、はい、ね、やっぱりこうね、はい、若者で頑張ってる人がいるぞって感じですね、そうですね、はい、見習わなきゃって感じですよね、本当にね、うん、まあね、はい、でもほら、はい、劇に出てるからね、頑張ってますまあ一応私も、はい、学生なんでね、うん、まあ、はい、そしてね、はい、あの横浜のサンタさんたちが、あ、来ましたね、来てくれてね、あ、横浜サンタプロジェクト、サンタプロジェクトが、これあの 誰でもがサンタさんになれるというね、サンタさんのヘルパーになる、それもね、素敵なイベントなので、そうですね、で先ほど言ってましたが中華街だったり、うん、でも掃除清掃するってことを言ってましたけど、うん、そういうのもね、なかなかこういつもは観光で行ってるところを清掃するっていうのもなかなかない機会ですよね、まあ、横浜ってすごく綺麗な場所だと思うんだけど、はい、やっぱりでもね、あのちょっと、うん、ちょっとね、残念な時ありますよね、残念な時ってあるんで、はい、そういうところね、はい、あの普段はなかなか拾えなくても、確かにみんなと一緒に拾ったりとかね、うん、いいこともできるし、うん、あとはね、サンタさんでいろんなところにあったかいプレゼントを届けたりとかもできるし ね、それにさっき言ってました、子供たちもサンタさんになって、うん、ダンスのプレゼントをするなんて ね、かわいい子が出ましたから、ちょっとそういうのも楽しみしていきたいなと思いますね。そしても私ですよ、はい、まあ、ミュージカルということですが、うん、本当にこうなんていうんですかね、毎回毎回がもうあとちょっとなので、うん、こう結構切羽詰まってるんですけれども、でもほら声楽ってやってて、まあ、はい、もちろんそのオペラとかっていうのがね、はい、あるからだけど、はい、声楽って普通こう歌をみんなに歌ってるだけじゃないですか、はい、まあ、歌ってるっていうかそれ歌がメインなんだけれども それにお芝居が加わってっていう風なのは、はい、なんかやっぱ違ったところってあるのかな、そうですね、うん、違ったところってね、やっぱり歌に乗せると、なんて言うんですかね、うん、こう直接的っていうよりも、こう緩和してこう伝わってくるじゃないですかな、うん、でもセリフっていうのはやっぱり言葉なので、直接伝えられるっていうのは、うん、なんて言うんですかね、あんまり、うん、歌とは違って、で、まあセリフ、あ、ちょっと時間大丈夫ですか、まあ、そういうところをね、はい、ぜひ舞台に見に来ていただければというふうに思います、ちょっとまとめが、はい、はい、そういうことですね、ということで、はい、今日はですね、ハマコストリームの from 桜ワークス、桜ワークスということでお送りいたしました、はい、はい、ありがとう、次週もぜひ楽しみにしていただければと思います、皆さん風邪ひいたりとかね、しないで、そうで、お気をつけください、明日が寒くなるみたいなのに、はい、はい、はい、ではありがとうございました、詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう、ここは横浜151年、ファ
Set for